よくあのガソリンスタンドなんかに行くとペール缶があります。えこのペール缶のお印刷から加工してくれる会社に出会いました。えそれはあフラットな金属に、えー、インキジェットで、えー、個別に一枚ずつ印刷するんですね。えそしてそれを、えー、ラインに乗せるとポコっとこうくるめてくれて中にまたあ圧力かけるものがあって。 ボコッとやるとあのデコボコができるわけですね、えー、こんな簡単にできるのかと思,思いましたそれが動画で、えー、説明がしてあるので私たちは安心なんですねそれでこのペール缶というのは大きさがいくつかありますけど、えー、ここに載っているサイズはちょうど腰掛けにもなるサイズで、えー、この会社はそれをあの上にクッションをつけて、えー、椅子としても使えるように工夫してます 私たちはお客様が何か購入していただいたときは何かお礼をしたいなというのがあります。例えばカーディーラーでこんなものがあって中にお菓子が入ってたりぬいぐるみがあるものがあったらプレゼントされたらとても嬉しいわけですね。そしてちょっとアウトドアに行ったときにはここに荷物を入れてそして現地で。 椅子としても使えるようなこのペール缶っていうものなんですね。えこんなものもあの1個からできるんですね。ただ数が100個、200個、5000個とかでいう数になると単価が当然ぐっと下がってきますから、えこれはあのノベルティというかえプレミアム商品としてえ中に何を入れてもプレゼントになるのではないかと。え例えば病院で 入院している人に今花が送れないわけですねそんな時にここに、えー、本だとかそれからお菓子を入れて、えー、お見舞いの時にお持ちするようなこともできるかもしれませんぜひこのピエール缶というものも意外と簡単に仕入れるっていうかオーダーを受けてくれる会社を私たちは見つけました。